ということで、これはちょっと中間距離ぐらいを狙おうと思います。あの辺で合ってるのかな、ちょっと投げすぎた。せーの、体形自体でいうと、まあ、マキエのど真ん中、ど真ん中だからな、なんか潮がふらついてきた気がする。ちょっと気のせいじゃなければ、なんか止まってる、動いてないな。まあ今こうマキエを打った中の仕掛けがど真ん中であるから、まあ右に流れても左に流れてもいいんだけど、なんか変だな。ちょっと左行ってるか、ちょっと左行ってる。うん。だってマキエ的にはもう本当にドンピシャ、ドンピシャのど真ん中なんで、しかも流れてないからね、ゆっくりゆっくり左か止まってるぐらいだから、まあどっちに流れてもいいし、流れなくてもドンピシャなんで問題ないんですよね。さあ。食ってくるか。この流れだともう釣れる一頭だね。あ、流れてないな。止まってるっぽいぞ。止まってるっぽい。当て塩でもない。当て塩もなくなった。ウミガメがいる。見える？そう、見えます？カメラ。カメラでこうなんかちょっと白っぽい影。多分ウミガメだわ。多分ね。違うかな。仕掛けの沈みが早い。もう当たってきた。早いんじゃなくて食って走ってたんだ。食ってたんだ。仕掛けの入りが早くないと思って。でもまだ当て状になってんのかなって一瞬言おうとしたら、はい、七分刀でした。はい、おお、よいしょ。この35ぐらいあるんじゃない、上がってきたときに慌ててね。ちょっとこれちっちゃいね。35はないと思う。33しじゃないかな。でかい。逃がしましょうか。よいしょ。いやー餌が、これがいいですね。マキエの中のこの計算完璧です。これさっきバリバリ釣れてるね、さっきからいい感じですよ。これでまだ中間距離、中間距離がいいかな。今ちょっとサイズがね、若干ダウンしました。潮が動いてないから、マキエのど真ん中ぐらい動いてないね。マキエがまっすぐ下に沈むんで、ほとんど動いてない。はい、ドンピシャです。ちょっと引き戻したけどドンピシャです。そして、ね、風がなくなりました。おかげでですね、マジで暑い。やばい、ちょっと異常なほど暑いです。やばい、もうこれ1月じゃねえよっていうぐらい暑さです。上脱がんとこうマジで熱中症でやられますね。本当に暑い。風が吹けばねいいんだけど、風やんじゃったんだよね今。あ、今吹き出した。吹かないとちょっと地獄です。マジでサウナですね。サウナになります。仕掛けの入り的にはどうかな。今塩気がもう離れてるから、まあ、ちょっと若干早いんかな。今 G6?G7 かな。ガンダムは G7 なんですよ。まあ、風もなんもないんで風してもいいかもしれないな。今のでも飲んでましたからね。ちょっと仕掛けが若干入りすぎなのかな。でもこれで今食ってますからもう難しいですよね。何もなくて外すのってなんかどうですか。今食ってるのでこの仕掛けを変えるという選択肢ってあんまないと思う。
ただまあ見てる限りちょっと仕掛けの入りが早いかなっていう、さっきも早いかなと思って、うちがね結構今もこう沈んでるんだけど、さっきもうちょっと早かった。あれなんか仕掛けの入りが早いなと思って、ガンダム外すかと思ったらもう食ってったんだよね食って走った。だから仕掛けの入りが早い、そりゃそうだよね、そういうことです。たださっきまでブッチ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 切ってたやつはどこ行ったどこ行ったん、あいつはどこ行ったん、あれはどこ行ったんだ。あとちょっと仕掛けのやっぱ入りが若干早いね、向きも見えないからもう2本ぐらい入ってますから、多分ちょっと早いと思う。はい、というのと、あと服を脱ぎたい、マジで脱ぎたい、やばい汗が、尋常じゃない汗が、暑くて。ここ人がいますね。ここどこの線になるんだろう、何の線だろう。このところ人が見えたこと今まで一回もないんだけど、何の線何足中、どうなんだろう。がっつり座ってやってますね。足中のこっち側の方かな。不安ね。多分仕掛けがね、早く入りすぎたと思うんだよね、これ。それで餌が残ってたら、まあ多分、ないです。多分これガンダム外したらいいと思う。うまい、ちょっと服脱ぎたい。服脱ぎたい。マジでやばい。今ね、浮きが、ふーって入っていった。早かった。慌てが早かった。浮きが入っていったんだけどな。シュワーって。食ってるよね。道に止まり多分当たりが来てないはず。浮きが入っていった。ダメだな。早合わせはダメ。あ、ダメっていうか、もうそっか、針変えよう。これね、今。あれだからね。黒マルチだ。そもそも。かかりが悪いね。かかりがいい。かかりすぎ口太。にしましょう。これかからんわね。よう考えたら。相当活性が良くないとかからんわ。塩が変わった。塩が変わった。ありましたね。巻き餌がこう、落ちてるんで。上地は、ちょっと風でやっぱ左にこう、ちょっと行ってるんですけど、巻き餌はもうずっと下行ってるから、今、要は巻き餌と仕掛けの同調が結構厳しい。合ってなくはないけど、合ってなくはないけど、結構ギリギリぐらいなところかな。まあ、かすれて、ギリっていうところですね。食ってんのかな？結構今、さっきより少し早いパターンで沈んでってたんで、加えてちょっと持ってったかもしれないですね。でも、まだ左に行ってんの。今の食ったやろ。ほら今のは沈んだ2メートル、3メートルぐらい沈んだ浮きがさらにグーッと入ってったんですよ少し早めにね。だから道糸に多分当たりが来てないはず。こわこわ、引くわ、おっ、引くわ、えいえいえい、うわ、黒いっす。よいしょ。あ、タイミング悪い。タイミング。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、でも当たりが出るようになりましたね。あ、これは35ありそう。あ、ちょうど口のがかかってる。今この棚で合ってるんでしょうね。塩気をちょっと上にしすぎたかもしれない。これ 35.2 ぐらい OK、目標の35センチでございます。ラスト1匹のね、目標よ、目標の35だからまだ釣るけど、一応も今日の目標としての、
ところは達成したかなと思います。でライブで測ると 35.2 とか、まあそのぐらいです。ただもうサイズ的に多分このクラスが多いんでしょうね。まあ、あと塩が多分いいんだと思います。うん、だからこういい活性の色してるけど魚触ると冷たいんですよ。ぬくくない、全然冷たいです。だからね、こう今多分塩が流れてるはないのかな。なんかあんまりないい流れなのかなっていう、ちょっと疑問があるところなんですよ。まあそれでも食ってきたんで、まあね、グレイにとってはいい塩なんでしょうね。ほとんど流れてないんですよ。ゆっくり左にこう巻き絵が最初こう行ってるなと思ったら途中からこうなったのよ。見てて、みたいな。あれまた左に、あれ今右に行ってる、あ、これずれてるわと思ったら左にこうくの字にね、下の方もう4メートル、5メートルからこう行き出したのよ。うっすら見えてる、あれ左に行ってるなみたいな。で仕掛けも左に行ってるから、これだったら仕掛けと同調するんだけどなと思ったら食いました。うん、さっきのまま右に行くと左に流れる前提で、あの巻き絵と仕掛けをねあれしてるから、逆に行っちゃうとね、右に行っちゃうと逆だから合わないね。ギリギリ合わなくはないかなっていうぐらいだったんですけど、はい、まあとりあえず今日の、目標達成ということでありがとうございます。まあ、厳しい中ね、まあ、今塩がちょっといいから多分釣れてると思うんですけど、いいのかな、いいのか分からないけど、はい、まあ、まだまだ、できる限り今から釣っていきたいと思います。目標は達成したんで、まあ、ちょっと気楽にやろうかなと思います。おほらこれ、おりゃ塩気がくぐって動きましたね。横走りするから道との当たりが来ないですよね。はい、コース3よいしょ。サイズが全部一緒。まだ下がるんでしょ。これでも飲んでるんだね。飲んでますね。ああ、これも34。このサイズ分かるやな。34やけどちょっと超えてますね、これは。もうグレ湧いてるわ。多分。あの下の方に多分グレ湧いてるわ。グレでしょ、あれ。違うかな。一匹白いやつがいるな。なんかグレっぽいのいるわ。めっちゃ湧いてる。グレかな、グレじゃないんかな。仕掛けが多分ね、ちょっと入りが遅いな、これだったら。あの、巻き絵の下の方に湧いてるから、多分グレっぽいわ。湧いてる湧いてる。おそらく。動きがね、スパ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 いってる感じじゃないのよ。食ってるでしょ、違うか。あれ絶対食ってたけどな。ほら。変わらないけど、あのね、動きがね、相当遅い。多分グレーなんだけど、なんかこう、こう動くわけじゃなくて、こう、こんな感じ。なんかね、グレーの動きが遅いのよ。だから多分、当たりが出にくいんだと思う。ほら。多分グレーですよ。これは多分グレーだろ。グレーいるんだけどな。ちょっと、棚が、あれかな。さっきまでいなかったんだけどな。ちょっと今投げる位置変えたんですよ、左に。急に湧いてました。ただ結構ね、巻き絵の筋の下の方にいたんで、それに合わせるとなると、早めに投げていいよ。マージとかいらんと思う。いい感じのドンチャと思う。ただね、グレが今湧いてたって言ったけど、あの大きくはないから、多分35センチ前後のやつが
多分ね、3、40匹ぐらい湧いてたけど、なんかバッカバッカ食ってる感じじゃないのよ。なんか、ふわーふわーっていう。まあ、出てこんな。出てきませんね。あれ、このタイミングぐらいで出てきてたんだけど、出てきませんね。尺の入りが、もうちょっと早い方がいいんかな。タイミングはね、ちょっと多分違うんだよね。これどう合わせるか、見えたら見えたら難しいね。この見える魚に合わせるっていうのが大体合ってるはずだけどかな。だからかなんかこうグデのなんか、うん、だから多分こう1位とまでバーンって当たりが出ないんだね。あーやっぱ湧いてるわ、下の方で湧いてる湧いてる。鼻は今合ってるぐらいだと思う。ちょうど合ってるんじゃないかな。ちょっと早いか、早いかもしれない。ちょっと早かったな。うわ、むず。見えたら見えたで、むず。むきるしの速度は早いか。見えたら見えたで、むず。ちょっとね、若干当ててんのよ。若干。だから、こう。当ててる分ちょっと早めに沈んでっちゃうみたいな、そんな感じなんだよね。ゴミがね、ゴミがちょっとこう手前に来たのよ。多分ちょっと若干当たってんのよ、若干。で仕掛けがねやっぱ入りすぎてるわ。棚が合ってない。もうちょっと投げるタイミングを遅くしようか。多分ちょっと違うところに行ったんだよ。下の方に行きすぎたというか、見切られてるのかな。動きがね遅いから、多分グレがこの餌をじっくり見て多分食ってるから、早くないからね。火星がいいとそのまま何も見ずに食うけど、火星が悪いから、悪いって言っても湧いてるからね。そういう時はね、やっぱ偽装させやすい、騙しやすいね。このマキエの中の極みを使うのがね良かったりするんですよ。実際、ただ、これで連発で食ってますからね。ちょっと切り気味で。ちょっと10秒ぐらい置いてみますか。タイミングが合ってなかった。すぐ投げたらタイミングが合ってなかったんで。手前だから、ちょっと待って、手前はちょっと箱フグがいってんな。10秒ぐらい置いたでしょ。数えない。ドンピシャで投げたいんだけどな。どうしてもちょっと投げすぎちゃう。手前引いて合わせればいいやっていう。甘い考えね。こんなんじゃ食うかっていうような感じですよ。今ちらほら湧き出した。下の方でね。あ、めっちゃ湧き出した。めっちゃ湧いてる。くそ、タイミング合わんな。タイミングが合わない。今1本ぐらいのところで湧いてるけど、多分ね、付け餌が1本ぐらいでもまだ行ってないのよ。どうやってタイミング合わせる ?10秒、10秒ちょうどいいと思うんだけどな。今、お塩気が動き出したから多分1本ぐらいだと思うんですけど。今多分ドンピシャぐらいの感じなんだけど、おかしいな。不安な。グレじゃない。今マキエのど真ん中ドンピシャで、しかもグレめっちゃ湧いてるけど、当たりがありません。おかしいな。おかしいな。めっちゃ湧いてんだけど。そんなことある。もうグレ散り始めてます。もう半分ぐらい散りました。マジわからん。今、塩受けと浮きの位置からすると大体1本ぐらいで、グレが今湧いてる層にちょうどドンピシャなんだけど、不安な。めっちゃ湧いてんのよ。あ、多分これ若干引っ張ったな、なんかが。急に沈み始めたもんな。
当だ。やっぱ食っちゃった。全然当たりが出ない。やばいこれ。おお、えらい引くなこれ。マジか。音聞こえました今。よーおーおーって。よーおーおーっていう。おお、すんげえ。トーナメントめっちゃ曲がるわ。そんなでかくないけどね。でもまあ40近いんじゃないこれ。こんだけ当たりが出ないのよ。ワンチャン半誘導の方がいいかもしれないこれ。ほんと。よいしょ。重たい。ちょっと重い。よいしょ。お、ほら。もう40じゃないけどね。37、8ぐらい。これで全然、ミジトマ当たり来ませんから。だから塩気もさ、今、塩気も離れないのよ。浮きと塩気がそのまま、さっきまでゆっくり入ってたのが少し早くなったかなっていう。多分これ食ってるわっていうので合わせて、これです。お、37センチぐらい。